こんにちは、着付け講師の素直です。今回のテーマは羽織紐の結び方です。コマ結びを紹介したいと思います。一番スタンダードな結び方ですので、皆さんもぜひ習得してください。ポイントは3つ。1つ目、自分の左側が縦ラインになること。2つ目、結び目がぺっちゃんこになること。3つ目、羽織紐の先端が下を向くこと。この3つに注意して一緒に練習してみてください。それでは始めます。まず左側の羽織紐が上に重なるようにこうして交差させましょう。だいたい半分のところでクロスするようにしてください。そうしたら上に着ている紐を折り曲げて手前に持ってきます。ちょうど矢印になるようにしてください。そしたらこっからがちょっとややこしいです。左の羽織紐をくるっと丸めて輪っかを作ります。やり方は手前に持ってきてくりっと向けて、この先端が左の羽織紐の根っこから一直線になるように揃えましょう。そして輪っかの中から親指入れてしっかり押さえてください。いいですね。では自分の方に向いている羽織紐の根っこを今押さえてるところに当てます。今度右手で押さえます。そして穴の中をピュッと通します。これで左側は完成です。右側の紐を引っ張ります。この先端と左の羽織紐のなるべく根っこを一緒くたにつまんだら、右の羽織紐の端っこをピューッと引っ張ります。すると完成です。左側がこうして縦ラインになるようにすること、それから羽織紐の先端は下を向くこと、そして結び目がぺっちゃんこになることに注意してください。今回は羽織紐の結び方、コマ結びをご紹介しました。繰り返しこの動画をご覧になって、ぜひとも習得してほしいです。この動画がいいなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ぜひともチャンネル登録して通知をオンにして、新しい動画を楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。Twitter や Instagram では日々コーディネート発信してますので、よかったらフォローもお願いします。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。バイバイ。